なんとですね、350万人超えのYouTuber から被害を受けたという、こちらちょっともうツイッター出していいということなんですが、多分、活動している方なのかな、はい、グラビアかな、グラビアで活動しているこちらの方が被害に遭ったと、いうので僕のところに相談が来ましてですね、350万、コムドットヒカルヒカルドットヒカルドットドットヒカルドット、ちょっと名前出さないでくださいね、一旦今から出すので落ち着いてください皆さん、一旦ね、LINE グループの吉田って、またかお前それ、なんか前回もあったけど誰なんマジで。はい、ということでチャンネル登録350万人超えのエガチャンネルから被害を受けてしまったと、これとんでもないですねこれ。エガチャンネルと、いうことでですねどうやらですね、エガチャンネルの関係者から被害を受けてしまった、これ江頭さんから被害を受けたわけではないみたいな、エガチャンネルから被害を受けた、で一応ですね、こちらの方の通話ではなく証拠があるとのことで、証拠をね全ていただいたので今から出したいと思います。エガチャンネルはね、なんかいろんな人がね出演してて、運営みたいな人がいるんですよ。でその人から被害を受けたそうです。はい、こちらの方ですね、お笑い番組の演出プロデューサーをやってる、なんかすごい人らしいです、どうやら。はい、でエガチャンネルとかも運営している、あとサマーズとかプッスマウチピーとか、なんかいろんなのなんか やっているこの、グラビアの方がですね、フォローしましたと、この方をね、名前出てるって、もう名前は別に出てていいです。でフォローするとですね、相手から急に、フォローありがとうございます、こちらって届いてますか、本物ですか、乗っ取り、届いてます、本物です。で一応ですね、こちらの方は既婚者です、子供もいるそうです。本物です、僕のフォロワーさんには珍しいタイプで、同じ業界の方だったら嬉しくて DM してしまいました。はい、どうやらなんかこんなかわいい子には普段フォローされないらしいんですよ、この方は。でなんかそれで舞い上がって、DM を送ってしまったらしいです。めっちゃ嬉しいですけど、何事って気持ちの方が強くてびっくりします、エガチャンネルめっちゃ好きです、わざわざありがとうございます。で、この女性は TikTok もしてるんですけども、なんかどうやらその TikTok もなんかすごい見てるらしく、なんか見始めたらしくて、このエガチャンネルの関係者、TikTok ではこのなんか藤野っていうアカウントらしいんですけど、たった今あなたがシェアした動画を見ました、なんかこんな感じで TikTok の動画いっぱい見てますよみたいななんかやってらしいんですよ。で、TikTok 見たのバレるんですね、恥ずかしい、もしよかったら今度ご飯でも行きませんか、すいません活動者なのでプライベートでお会いすることはできないんです。でここでちょっとよくわかんないけど、おもろいんで晒してもいいですかホリリス、これホリリスなのかな、この人みのりかわももこさん、それはごめんなさい、すみませんでした。でこの後ですね、怒涛のなんか DM すいません本当に反省してるので晒すのはご勘弁ください、家族にも仕事にも多方面に迷惑をかけてしまうので本当にすみませんでした、みのりかわさんに残念な思いをさせてしまったので本当に申し訳ないです、エガチャンネルのファンの方に何か力になってあげることができればと思いお誘いをしてしまいましたと。はい、結果的にとても軽率な行動だったと反省します、本当に申し訳ありません。はい、ということで、どうやらですねこの方はですね、エガチャンネルのファンに力になりたいからご飯に誘ったらしいです、どうやら、言い訳がましいことを言ってすみません本当に反省します、ハニトラではないでしょみんな、ハニトラっていうのはこっちからなんか会いましょうとか言って連絡を取ったりするんだったらハニトラだけど、相手から連絡来てんだよ、ハニトラではないと思う、さすがに、プライベートで食事行くことがどうしてファンへの手助けになるんでしょうか、言い訳しますね、下心ありきで誘ってますよね、出なきゃわざわざファンの中から探さないと思います、嘘はやめてください、すいません言い訳をしてしまいました、心から反省します、ご迷惑をおかけしてすいません、ということらしい、被害かっていうとちょっと微妙だね、でも確かにこれは、あってね、なんかこう無理やりとかだったらわからんでもないけど、こういう誘いがあったって話でしょ、でもね本人も分かってるからねこれね、結局その家族とかエガチャンネルに迷惑かかるっていうのは分かってるわけやから、悪いことだっていうのは分かってるわけや、要は既婚者なのに下心ありきでご飯に誘ってる、でしかもさ明らかにもうこの子を誘うってことはそういうことじゃん、っていうことでね、この子的には変な言い訳をしたりですね、こういったなんかね連絡をしてきたことが被害というか、ちょっとどうしても俺に言いたかったよ、だからこれどうなんだろうね、実際あってあったらどうなってたかって話だよね。
でもね、もうダメなことって分かってんだったら誘うなよって話だよね。しかもなんか言い訳が気持ち悪くない？これ、映画チャンネルのファンの方に何か力になってあげる。おっさんとさ飯行くのって嬉しいの？おこがましくない？ちょっとおっさんと飯行くの、しかもエガちゃんじゃなくてプロデューサーでしょ、番組のプロデューサーなんかと飯なんか誰も行きたくねえだろ。ほんと気味があるよね。まあこれはね、まあさらされても仕方ないよ。だから自分からわざわざ連絡するなって話。この女の子がファンなんです、大好きですとか、なんか自分からめっちゃ連絡してるんだったらわかるけど、わざわざフォローしただけでだよ。フォローしただけでいちいち、うわこんな可愛い子からフォローされて、ちょっと連絡してご飯でも誘ってみようって気持ち悪くないですか、普通に。しかも既婚者がそれを言ってるんよ、俺は。で結局下心もあったわけでしょ。そう考えると気持ち悪いでしょ。まあでもこれはなんか俺の力を使わずに自分で晒せばいいなって。もう、まあっていうね、まあことみたいです。はい。